ビデオカメラのデータ復旧を行いました。奈良県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、JVC エブリオ GZE265。ビデオカメラが壊れてしまい、液晶画面に何も表示されないという状況です。データ復旧処理を行い、4時間41分の動画データ 100% の復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。